梅崎春夫の腹の減った話。申すまでもなく、食い物をうまく食うには腹を空かして食うのが一番である。満腹時には何を食べてもうまくない。今私の記憶の中であんなにうまい弁当を食ったことがないという弁当の話を書こうと思う。弁当といっても重箱入りの上等弁当でなく、ごくお粗末な田舎駅の汽車弁当である。中学校2年の夏休み、私は台湾に遊びに行った。花蓮校に私の叔父がいて、私を招いてくれたのである。うまい汽車弁当とはそのキロの話だ。花蓮校というのは東海岸にあり、東海岸は切り立った断崖になっている関係上、その頃まだ道路が通じてなく、蘇豪から船便によるほかはなかった。その船も2、300トン級の小さな汽船で、花蓮港に停泊して橋家で上陸するのである。で、8月末のある日の夕方、私は橋家で花蓮港岸を離れ、汽船に乗り込んだ。この汽船がひどく揺れることは往路において分かったから、夕飯は抜きにした。私は今でも船には弱い。そして案の定、船は大揺れに揺れ、私は吐くものがないから胃液などを吐き、翌朝蘇豪に着いた。船酔いというものは陸地に上がった途端にケロリと治るという説もあるが、実際はそうでもない。上陸してもまだ陸地がゆらゆら揺れているような感じで、30分や1時間は気分の悪いものである。だから少し時間はあったが、何も食べないで汽車に乗り込んだ。そのことが私のその日の大空腹の原因となったのである。蘇豪から台北まで、その頃やはり12時間近くかかったのではないかと思う。ローカル線だから車も小さいし、速度も遅い。第一に困ったのは、弁当を売っているような駅がほとんどないのだ。汽車に乗り込んで1時間も経った頃から、私はだんだん空腹に悩まされ始めてきた。それはそうだろう。前の日の昼飯、それも船酔いをもんぱかって少量を食っただけで、あとは何にも食べていないし、それに中学2年というと食い盛りの頃だ。その上、汽車の振動という腹減らしに絶好の条件が備わっている。お腹が空かないわけがない。そうで弁当を買って乗ればよかったと、気がついてももう遅い。昼頃になって、私は目がクラクラし始めた。停車するたびに車窓から首を出すのだが、弁当売りの姿はどこにも見当たらぬ。もう何を見てもそれが食い物に見えて食いつきたくなってきた。海岸沿いを通るとき、沖に亀山島という亀にそっくりの形の島があって、私はその島に対しても食欲を感じた。あの首をちょんとちょん切って甲羅を剥ぎ、中の肉を食べたらうまかろうという具合にだ。艱難の数時間が過ぎ、やっと汽車弁当にありついたのは午後の4時頃で、何という駅だったかもう忘れた。どんなおかずだったかも覚えていない。べらぼうにうまかったということだけ、いやうまいという程度を通り越していたが、残っているだけだ。一個の汽車弁当を私は瞬く間にペラペラと平らげてしまったと思う。そんなに腹が減っていたなら2個3個と買って食えばいいだろうと、あるいは人は思うだろう。そこはそれ、中学2年という年頃は大変自意識の多い年頃で、あいつは大食いだと周囲から思われるのが辛さに、一個で我慢したのである。一個だったからこそ、なおのこと
うまく感じられたのだろう。あの頃のような旺盛な食欲を私は今一度でいいから持ちたいと思うが、もうそれは無理であろう。